こんにちは、画家でジャーナリストの増山玲奈です。私が住んでいた東京で、久しぶりの展覧会を9月にやります。アースプラスギャラリーのカフェ&バーの方で1ヶ月、実り展っていう展覧会をやります。でですね、今あの実り展についてのあのオリジナルカクテルを作っていただくということで、あの佐竹さんが奮闘してくれてます。こんにちは。どんなカクテルになりそうですか？今考えてますが一応ラバダヒブリというこれ栗の焼酎なんですけど、まあ、これを使った何かカクテルを今なんか制作してみようかなと思いますので、はい、できたらまたちょっと後ですお伝えします。ありがとうございます。あの、アースプラスギャラリーはエコな、プロジェクトの発信とかいうことをしながら、ギャラリーや2階の本格的な現代アートの会場や1階の映像や、展示もできるっていうすごい多角的に活動しているギャラリーです。で、ここで私は1ヶ月絵画展をするんですけど、その他に9月の5日、6日、7日は、バイオレンスフリー映像祭といって、イギリスやインド、ガザから届いた、いろんな映像作品の展示もします。でオープニングイベントが9月5日の、7時半からあります。でその日5時半からは久しぶりのこの私の自伝映画、そのしおんさん絶賛のジャンヌダルク、桃色のジャンヌダルクをなんと無料で見ることができます。でその日映画監督の鵜飼邦彦さんや、花房彩さんも来ていただいてオープニングトークをします。で、イギリスでダンスセラピーを学んでるダンサーの、中山美織さんにも来ていただいて体験、ダンスのワークショップというか、そこで一緒に動いてみるっていう、歌って、飲んで感じて動いて見ていろいろ五感を研ぎ澄ますようなイベントになると思います。9月の27日は、アートワークショップ見つけてみよういろんな私ということで、芸術の秋みんなで一緒に大きな絵を描くようなワークショップも計画しています。ぜひ見に来てください。